準々決勝でもね、はい、バカよあなたはの進藤さんが、うん、ずっと袖にいらっしゃっていたね。でトークライブにね、はいはいはい、M1 前にこう呼んでいただいてたんですけど、はい、やっぱね皆さんね、うん、多分バカよあなたはさんご存知の方ってやっぱまず最初にファラオさんがおかしな人だなと思って楽しんではると思うんですけど、うん、本当におかしいのは進藤辰巳さんなんですよ。いや絶対おかしいよなあの人、ね、あの人ほんまにおかしくて、ね、その K さんと同期のね、うん、日向さんという女性ピン芸人の方が大好きなんですよ、うん、でその女性ピン芸人の方日向さんを異性として大好きで好きすぎるあまり、うん、日向さんのライブをお金払って見に行ったり、うん、日向さんとなんかこう接点持つために、うん、自分のライブに呼んだりしてるんですよ、うん、でそれじゃあ飽き足らず、うん、我々を呼んでくれた時、まあ、すっかり僕らはあの M1 の熱い話でもするんかな、まあ、時期的なものもありましたしね、そうかなんかなと思ってたら我々に今後の自分と日向さんとの恋愛をどうしていったらいいか相談するっていや本当よね、ほんまにおかしいですよね。おかしいよあの人でも真剣に恋愛相談答えてありました、ね、そうで答えてあげてこうしていったらどう、正直多分無理ですねっつって、うん、多分進藤さんみたいなタイプは日向好きじゃないと思いますし、うん、私ねなんかこう、はい、前バイトしてた時とかに、はいはい、なんかどう見ても今まで彼女がいたことない、うん、こんなよなよっとした男の子が、はい、バイト先でも割と一番人気の女の子のこと好きだって時があったのよでそれをね周りの男たちが、うん、いけいけみたいな感じで私いけるわけないじゃんってずっと思っててそれはもう優しさじゃないからって、うん、違う時は違うって言うべきだと、うん、なるほどなるほど、だから進藤さんも絶対ないと思ってるから私はね一旦まずそこはないですよ絶対ないですよって言ったら、うん、絶対なくはないみたいな固くなったじゃん言ってありました。でもし唯一何か可能性があるとすれば、うん、進藤さんがとんでもない美女とか女優さんとかと付き合ったり、そうそう、もしくは噂になったら、うん、ひなでも好き好きって言ったらやっぱちょっと気持ち悪いって思っちゃうけど、どんな人かもちゃんと分からへんし、そうそう、うん、とんでもない女優さんとかと付き合ったら、うん、あ、そのレベルの男の人なんだって思うところがあると。女性はどうも女心なんすね。そうそうそう、うん、そこをくすぐってで それが、ま、もしかしたら唯一できる方法かもしれないですよって言ったらそれ考えたんだよって言ってもう考えたのって言ってで誰だ一番最初 誰かで想像したんだけど誰かが結婚しちゃったって言ったんだよね女優さん武井絵美さん。あ、そうだ、うん、あで武井絵美はなんか僕と会うような気がして、はい、武井絵美さんいいなと思ってたのに結婚しちゃったからで、でまあ、それが誰かはどうですかって言ったら その人はねなんか僕会わない気がするんだよって言って、うん、で柴咲コウさんは会うような気がしてるから柴咲コウにするって話になって、うん、そうそうそう日向を落とすために、うん、まず柴咲コウを落とすのにどうしたらいいかっていう話になってまあ失礼な話ですよ。もうね、本当怖いよ。いや要注目ですよ。いや本当に恐ろしい進藤さんの恋愛も、うんうん